レー王子。ねえねえカレー王子、お金持ちの友達がマウントを取ってくるんだけど、どうしたらいい？ああ、マウントを取られて困ってるんだね。そうそうなんだよ。そういう時はこう脇を締めるといいよ。脇を締めて、こう下半身は楽にして、こう右の拳を前に。なるほど。あ、ごめんカレー王子。それでいい。え、何が？それでいいのさ。カレー王子。ねえカレー王子、将来の夢が見つからなくて焦ってるんだ。まあそうなの、なんで将来の夢が必要なの？だって何かになりたいじゃん。カレー王子は何かになりたくないの？将来カレー王子はカレー王子だよ。生まれてからずっと、そしてこれからもカレー王子だよ、好きなことをしていくだけだよ。そんな顔だったっけ、カレー王子。ねえカレー王子、カレー王子は、カレー味のうんことうんこ味のカレーどっち食べるって聞かれたらなんて答えるの？そんなの、カレー味のうんことうんこ味のカレーはそんなに競いたがってないよ、争わせているのは人間だよ。なんかごめん、なんかごめんね、カレー王子。ねえカレー王子、なんで2日目のカレーってあんなに美味しいの？たかしくん、その話1日目のカレーの前でしちゃダメだよ。お兄ちゃんはあんなに優秀なのにっていう親の会話を聞いちゃった弟と。あ、ごめんごめん、そんなつもりじゃなかったごめん。カレー王子、皆さんできれば黒の T シャツの時もカレーうどんの食べ方には気をつけてください。わかったよ黒の T シャツくん、わかったわかった。カレー王子、元カレーなんて忘れちゃえよ。え、元カレー？何？俺が忘れさせてやるよ。え、元カレーなんて。何言ってんの？忘れろよ。元カレーって何？昨日の夜カレー食べた。いや、前の晩のカレーのこと元カレーって呼ばないで。カレー。カレー。王子。じゃん。